はいこんばんはメンマジューシーでございます雑談放送えー、何日 ?7 月の29月曜日えー、皆さんお元気ですか <laughs> 僕はあまり元気ではありませんえー、<laughs> しょうがないねえー、まあでも頑張っていかなきゃいけないんでねもうちょっとだけ生きる うー生きるんじゃということでやっていこうかなと思いますのでどうぞよろしくお願いします。えー、らせ。昨日、割と夜遅くまで僕雑談をしたはずなんですがうー、何も覚えていないっていうのがもうやばいなと思うんですよね。脳の対価が止まらないというか、うもう。 ボケ老人になる一歩手前なんじゃないかなと思う次第でございましてあー世の中大変なことが起きてますなあーまあ頑張っていきましょう <laughs> あのビンランドさんが見るぞと思ってたんですがアニメの話ですねビンさんがあれだねやっぱ 多分僕に合わないんだろうなと思ってます。あの、合わないというか、時間に合わないんだね。時間が、頑張ってこう起きてようとかっていうことだったりとかできない。だから、しょうがない。これはもう縁がないんだね。これに。だから、アフターヌーンで見たりとか。 するぐらいで、えー、アニメは見なくていいやっていうふうに思いました。あの、広告はよく見るんですよ。何時からやりますよなんつって、やってくれてたはずなんですけど、なかなか本編が見ることできないから、まあいいかと思ったりとかいたしました。あの、一挙放送が3週間前にあったんですが、1話から3話を一気にやると、ドーンと、どうですかってやって、 で,でもその後にもこうその再放送を1話分ずつだけなんか時間を分けてやったりとかしてるらしくてうんそれすら見れないんだったらもうあこ,こ,のこのアニメーションは僕に見るなと言っているんだなというふうに思うようにいたしましたもうこれはしょうがないね、あのー、あの合わないですから作品が面白いとか面白くないじゃなくまず見れないってことはそういうことだから 運命が僕をこのアニメを見ることを許さないんだこのように思っていけばいいかなと思います、うん、だから例えばそれは寝坊した遅刻した出かけたい時に財布が見つからない、えー、こういう時にはですねあのー そ,その時間にもし外に出ていたら事故にあって、えー、死んでしまうかもしれないとかっていうふうに僕は思うんですね。えー、よいしょこ,れこれは人生ポジティブ思考の話なんですが。人生ポジティブ思考。 あの出かけようと思ったのに鍵がない。ね、鍵かけて出なきゃいけないからね。これは普通の人はもうさ鍵を探すことに一生懸命になると思うんですよ。違う。<laughs> もうそれは,鍵,は鍵が。 僕に出かけないでと言っているというふうに思う。ダメだよ、メンマさん。今、外に出ちゃダメだよ <laughs> <laughs> 鍵が僕を止めようとしている。僕を止めているという思考。<laughs> 出かけないで。 それでこのこう、こうなったら、あ、こんばんは、青森 P さん、こんばんは。出かけないでって言ったときに、あの、あの、もう僕もその鍵に合わせるわけだね、気持ちをね、ああ、わかったわかったと。君がそんなに言うんだったら、なんかとんでもないことが。3秒、三秒ドアを開けるのがこう、ずれていたら、あもうなんか違うんだと。 だから自分に不都合なことが無理してこう運命に逆らってですねあの時間通りに会社に行こうなんて思ったらですねあのろくなことが起きないあの何やってもダメな日ってあるんですよあの僕は真面目に生きてるのになんであのこんなに今日嫌な目に遭わなければいけないんだろうって あの皆さん思ったことがあると思うんです。何で僕ばっかこんなひどい目に遭うんだろうと思う時はですねそれは運命にあなたが逆らっているからです。えー、運命に逆らわないでそれは多分その運命力があなたを止めようとしているという優しさからくる ま,まだこの辺で住んでる間にあなたは歩みを止めるべきだっていうふうに思うということですね。眠いと思ったら寝てください。お腹がすいたと思ったら、ご飯を食べてください。だからわないで。そうすると、よし、分かったと。鍵くんよと。君がそこまで言うんだったら、僕はあのー、出かけないから。 まあ、鍵くん仲良くしようじゃないかっ,つってさあ、2、3分こうボーっとするわけだ、うちの中でね、えー。まだ出かける前のね、自分の部屋でこうボーっとしてるわけ。で、このボーっとした後に、ああ、そろそろじゃあちょっと鍵くん話をしようじゃないかっ,つって探し出すと見つかる。<laughs> それは、 あの3分待つことで、まあ、心を落ち着けるとかねあの物探す時にここにあったはずっていう先入観を捨てるとかっていうことでもあるんですけどあのそうすることでパッと見つかるわけ携帯電話が見つからないとか鍵が見つからないとかハンカチがないとか <laughs> いろいろあるんですけど。 えー、僕、それで割とうまくいってるところがあります。そ,それで多分、バス一本遅らせたことで事故に遭わなかったりとかっていうこともあるから、ああ、これはやっぱ僕はそういうあらゆるものに生かされてるんだなと、運命に生かされているんだと、だからすべての行動には理由があるわけですよ。それで、例えば会社に遅れて行ったとしても、ちょっと怒られるぐらいだから <laughs>。<あの笑><あの笑> ちょっと遅れていくのがなんだっつう話ですようーん最近は何,何でも予定を組んでさあの食事に行くのだってレストランに予約を入れるとかさしながら行くでしょまあ、あと食べたいなんか食べたいなと思ってる時に行列に並んでご飯を食べるとかさあ,あったりするわけですけどそんなことなんか関係ないんですよ。う それはあなたに対して運命が味方してない時だから味方してない時は逆らわない動かないやりやりたくないことをやらない、えー、これがストレスをためずに、えー、やるということだと思いますだから今僕が体がちょっと悪くなっててさあの24時間通してゲームができないとかっていうのも、あのー、今はやらないでメンマさんと。 無理をすると、あなたは明日死にますよということなんだと思うんだよね。だからまあ今はゆっくり治療するときはゆっくり治療するんだというふうに思ってやったほうがいい。それが例えば治療が長引いたとしてもですよ、うん、その長引いたことにも逆らわない。無理をして早く治せってお医者さんに言ったって治りゃしないんだから、治るときにしか治らないんだからというふうにやったほうが いいいと思いますじゃあ以上です今日,今日,の今,日今日はこの人生ポジティブ思考をですね、えー、覚えて帰っていってくださいじゃあ終わりますメンバー JC でしたさよならさよなら Uh, はい、ありがとうございます。